8月13日の21時30分から腰痛の方におすすめの使い方を横にずらします。動きを加えてあげるとより効果が出るので。噂の神田のサーカスです。今日ですね、大好評いただいているカッピングですね、最初の販売では3日間で1200個完売してしまいまして、8月にまた再販が決まっておりますので、買えなかった方はですね、8月13日の21時30分から受付を開始する予定ですので、詳しくは動画下の説明欄から情報を見てください。今日はですね、腰痛の方におすすめの使い方をいくつか伝えていきますね。腰痛で一番多いのがですね、背中と腰のこの湾曲があるんですが、この背中と腰の境目ですね、ここにまあ疲労が溜まりやすいので、ここの疲れとですね、この腰椎の骨の終わりですね、臀部との境目、ここでのこう痛みを訴える方が多いので、その部分に対してやっていきます。あとは腰っていうのは前後屈の時に負担が来たりするんですが、横の部分ですね、ここは背骨のからすると少し離れたところ、ここにはですね、腰方形筋という、 こう腰をひねるような動きをする筋肉がありますので、そちらもセルフカッピングをやっていきます。セルフカッピングの場合は YouTube とかでやってるようなスライドカッピングっていうのができないので、吸い玉をくっつけてですね、自身がこう動く、吸ったまま置いとくだけでもいいんですけど、よりこう効果を早く出すには動きを加えてあげるとより効果が出るので、そういった使い方をご説明していきたいと思います。で、最初に狙うのはですね、脊柱起立筋と言われる姿勢を保持したりとかですね、どうしてもこうパソコンとかで背中が丸くなってきて、この辺に負担がきます。あとは荷物を持ち上げるとですね、ここにこう負担が来るので、腰を痛めやすかったりですね、疲労が溜まりやすい部分になりますので、そこのところに吸い玉をかけていきます。こんな感じ。セルフカッピングなので完璧にこう場所が当たるわけではないと思いますし、実際にこう辛い箇所につけていただいても構いません。形で簡単に取り付けることが可能です。ここが一番腰痛の多いポイントだったりとか、あとは負担がかかりやすい場所なんですが、筋肉も硬直しやすくなります。なので、ここの場所に吸い玉をつけて、この状態で軽くこう前屈後屈、前屈後屈の動きをこう続けてあげると、吸い玉が筋膜を止めてくれるので、筋膜を抑えたまま筋肉が収縮するので、筋膜と筋肉の癒着が少し緩みますので、この状態で前屈で後屈、後屈はそんなに無理をしなくてもいいですね。戻してあげるっていう感じです。今のは真ん中の筋肉だったんですが、これをちょっと横にずらします。そうするとここにはね、腰方形筋っていう体を回旋するような筋肉があります。につけて左右動かしていきます。意外とこの筋肉が硬い方が多いので、この動きはですね、多めにやってあげるといいかなと思います。ひねる動きっていうのは日常生活だとですね、あまりやることがなくて、ただ何かの拍子にこう自然とひねる動作はしているので、この動きが柔らかいと腰痛になりにくいっていうのがあるので、そうですね、動き方については、例えばこれをやったままラジオ体操とかをやってあげると、全部の動きが入ってるんで、ひねる動きだったりとか、こう前屈して後ろに反る動きとかですね、これをつけたままラジオ体操をやるっていうのも一ついいかなと思います。より腰の動きが楽になって、あとは高さを変えて、今度は下の方、骨盤の上の方ですね、腰椎の一番下、骨盤との境目になるんですが、ここはまあ付け根のところなので、筋肉自体がこう背中を通ってきて、最後骨につくので、その部分というのは筋肉がすごく硬くなるんです
ですね。その部分はもともと硬いんですが、腰痛の方、同じ姿勢が多い方っていうのは緊張はさらに高くなるので、そこの部分にこう吸玉をくっつけて、基本的には前屈ですね。あとはまあこのひねってあげてもいいかなと。まあ、とにかくこういろんな動きをしてあげることが大切なので、そのまま体操でもいいですし、まあ、日常生活このままつけたまま歩いても問題ないですし、ただそのずっとつけ続けると内出血してしまいますので、例えばこれをつけたまま物を拾う動きがつらい、靴下を履く動作がつらいという方は、ここにつけたままですね、その動作をやっていただくと、その時に使う筋肉を緩めることができるので、その動作をですね、痛みが出ない範囲で続けていただいて、このカッピングを取ってですね、でまた靴下を履くと楽に履けるようになったりとかっていうのがあります。あえてこれをつけて痛みが出る動作をしてみる、無理はしなくていいので、同じ動作をしてあげると動きが楽になりますので、ぜひやってみてください。あとはやっぱりこう腰が痛い方っていうのは、どうしてもこうお尻の筋肉が硬くなったりっていうのもあるので、お尻の筋肉ですね、座骨神経痛とかでもお伝えはしたんですが、お尻の筋肉つけて、まあ、ここもこうまあいろんな足の股関節の動きですねをつけてあげると、お尻でしっかり踏ん張れるようになるので、腰がすごく楽になります。腰が痛い場合っていうのは、どうしても、ね、背中も張ってくるので、背中も一緒にやってあげるとより効果が持続しやすいです。ツボで言うと、膝の真裏に一柱というツボがありますので、膝の裏側につけてあげるのも効果的です。膝の裏は吸玉をつけて 2,3 分置いていただくと、つけるだけで腰痛が軽くなる場合もあります。腰痛に関しては原因が様々なので、使い方がわからない場合なんかですね、コメント欄とかにどういう動作で痛いかっていうのを書いていただくと、またさらにこちらからこうアドバイスできたりとか、使い方を YouTube でアップできるので、どういう動作で痛い、あとはこういう時にどうした方がいいかみたいなところですね、コメント欄に書いていただければと思います。では今日は腰痛のセルフカッピングについてお伝えしていきました。腰痛はですね、皆さん持ってる方が多いので、このカッピングっていうのは使う機会っていうのはすごく多いと思いますし、セルフケアとしてはですね、すごくいいアイテムになりますので、ただあのストレッチをしてた方とかっていうのは、さらにこれを追加してやってあげると、セルフケアだけでもですね、十分腰痛を軽減させることは可能ですので、細かいところはですね、近くの方はかなり来ていただいたりとか、遠い方はですね、近くの治療院さんとかで一回見ていただいて、どこが一番硬いのか、結構硬い場所だったりとか原因になっている場所っていうのは、痛みが出ている場所とは別の場所にあることが多いので、そういったところをこう吸玉でセルフで取ってあげるとですね、症状として出ている場所の軽減ができますので、そういった使い方をぜひしていただければと思います。再販予定のカッピングもですね、再販してすぐはですね、まだキャンペーン価格で再販します。購入希望の方は、動画下の説明欄からですね、詳しい情報を見ていただいて、前回は本当あっという間に売り切れてしまいましたので、前回買えなかった人、今回は購入できるようにですね、多めにはまた作っておりますので、ぜひご購入ください。では引き続きですね、こういったセルフカッピングの使い方について動画を上げさせていただきますので、評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で。